おはようございます。USJ でーす。今日もね、朝ごはん食べまーす。ちょっと遅くなっちゃったけどね。みんなはもう余裕できてるかな？お腹空いてるかな？早速食べまーす。今日は、すっごいよ。じゃん。見た目、普通のクリームチーズトースト。でもちょっとね、色が濃いかなって感じなんだけど、実は昨日の夜燻製しました、このチーズを。よし、昨日の夜燻製して冷蔵庫で一晩寝かせて、こんな感じです。もうね、味見ちょっとしたけどね、バッチリついてる燻製。チーズやっぱり最強だね。早速食べてみたいと思います。いただきます。いきます。うまい。ついにここまで来たか。これもこれでね、酒のつまみになっちゃうかもしれない。味濃い。何でも狙ってます。犬は燻製だろうが何だろうか関係ないかな。はい、何や、待ってよ。はい、どうぞ。味が濃厚になります。そしてフレーバーもついてる独特なやつね。うん、うまい。チーズうまい。究極のクリームチーズトーストです。ついにここまで来たか。めっちゃうまいだ。そのクリームチーズ燻製した時の動画はまだ編集何もしてないんだけど、2日後ぐらいに上げられるんじゃないかな。多分ボツにはならないでいけるんじゃないかなって思ってんだけど、見てください。ここ暑いです。めっちゃ暑い。残り半分いきます。うまい。で、燻製機は最近使ってるあのポータブルの燻製機で作りました。うまっ。うまい。燻製始めてよかった。こんなうまいもんが食える。僕、当分これでいいかもしれない。毎日これ食べます。うまい。最後の一口です。もう明日まで食べれません。いただきます。うまい。まあうまい。はい、どうぞ。あれ、飲み込んじゃったの？はい、どうぞ。終わりです。今日はね、朝波チェックしに行ったんだけど波なかったです。こういうこともよくあります。
やークリームチーズすごいね。みんなにも食べさせてあげたいな。食べたい人はあれ買ってください。僕が見本見せるからね、みんな真似したらいいよ。うん、それでは皆さん、今日も笑顔で頑張ろう。いってらっしゃい。青い方。